続いてピントレのお時間です。今日はステップを踏んで上半身すっきりさせます。ご指導はもちろんこの方、2017年日本一の美ボディに輝いたゆこさんです。長崎市城山町里見メディカルビル2階ライフスタイルクラブに来ています。ピントレのご指導はゆこさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今月は、はい、今月はすっきり上半身エクササイズです。上半身を綺麗に見せるんです。そうなんです。今日は姿勢の改善もできますし、綺麗になれる、そしてすっきりするストレッチなので、しかも全身使って行っていきます。立ったままできるので、ぜひその場で一緒にやってみましょう。はい、皆さんやってみましょう。はい、今日はステップを踏むところからいきます。ステップを踏む、はい、全身を伸ばしたいので、はい、全身を伸ばしたいので、上だけじゃなくてまず下半身を大切にします。はい、一歩ですね、前に踏み出していただきたいです。はい、そして戻ります。戻ります。はい、これだけです。交互に行きましょう。簡単。そう、一歩前で戻る。はい、ただいくつかポイントがあって、はい、一歩踏み出した時に後ろの足を背屈というんですけど、はい、しっかりとカクンとなるところまで上げます。結構靴を履いてると上げないんですよね。なるほど。全身使ってやりたいと思うので、カクンと上げて戻る。はい、でもう一つポイントあります。重心は 50%50% です。前の方にグーッと行き過ぎたり、後ろにグーッと行き過ぎたりせずに、なんとなく自分が足の真ん中にいる感覚を持ちましょう。はいはい、そして次、最後のポイント、母子球といって親指の付け根がしっかり踏まれていることを大事にしましょう。こう足が離れたりフラフラしないように、親指のところをどちらも前足も後ろ足も踏んで戻ると、これを繰り返していきます。はい、はい、このステップを大事に上に伸びます。上に伸びる。はい、右足から一歩前に出してみましょう。はい、その時に両手をアップします。はいはい、そして戻る。簡単ですね。簡単です。はい、これをちょっとポイントありまして、両手開けたら中指が天井を突き刺すようにグッと上に、中指を天井にグッ、そうです。そして、そう、戻る。そうです、そうです。お腹から伸びる感覚があると思います。すごい、グッと。そうです、そうです。身長も伸びそうです。そうなんですよ。骨をしっかり伸ばすことがスタイルアップにもつながるし、上半身すっきりすることにもつながります。そうです、そうです、そうです。この時にステップで足忘れないように、はい、しっかりと一歩前に踏み出したら 50%50% の重心、そう、しっかりと後ろの足を背屈ですね、カクンとした状態、これを繰り返しましょう。はい、5回いってみましょう。はい、1、そうです。うん、中指が天井を突き刺す、そうです。うん、3回目突き刺す、そうです、そうです。しっかりと親指のところも踏んで、4回目、うん、ラストグッと、5回目どうでしょうか。なんかここら辺がスーッと、そうなんです、なんです。上半身でやっぱり背骨が中心になってるので、はい、背骨を縦に伸ばしました。次に横を伸ばしてみたいと思います。あ、いいですね。はい、ステップは変わりません。一歩前に踏み出して、はい、前の足、右足だったら同足、同じ方の手をアップします。はい、そのまま前の足のお尻がぐーっと右に行って、うん、上の手垂れます。垂れます。はい、そうすると横側感じると思います。右側がそうです、いいんですよ。そうです、そうです。バランスが難しいので、しっかり母子球、はい、母子球は踏んで戻りましょう。はい、ゆっくりで構いません。はい、一歩前に行ったら前の足の手をアップ、はい、そのままぐーっと左のお尻が左に行って、手はだらーんと脱力してあげてください。一瞬ちょっとフラッとしますね。そうなんです。しっかり親指踏んどくこと大事ですね。戻ります。気持ちいいですよね。気持ちいい。5回行ってみましょう。はい、右足前で右手アップ、お尻を横に、バランスね、気をつけながらいきましょう。戻ります。2回目、一歩前に左手アップ、左にお尻をスライド、ゆっくり戻ります。なんかすごいです。ウエスト周りもなんか細くなりそう。そうそうそう、本当に横側がほぐれると呼吸もしやすくなるし、骨がいい位置に行くので、はい、ぜひね、骨盤からしっかりね、背中を動かせるので、はい、思いっきりね、気持ちいい状態に持っていきます。ラストですね。はい、以上になります。ものすごく簡単な動きですよね。そうなんです。でもすっきり上半身してます。はい、はい、これでね、皆さん綺麗にもなれるし、うん、肩こりとかしっかりと防ぐこともできますので、日々日々行ってください。はい、ゆこさんは LINE でも情報を配信しています。はい、LINE でライフスタイルクラブと検索いただき、ピントレットを送っていただいた方に、今回は1日30分朝活の全身すっきりする動画をプレゼントさせていただきます。ぜひピントレットをお送りください。皆さんもすっきりさせましょうね。ゆこさん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、ピントレでした。骨が縦に伸びると姿勢もものすごくピーン、シャキーンってなりますし、入ってくる空気がたくさんで呼吸もしやすくなって、気分も
リフレッシュできるんですよね。肩こり改善にもつながるんですね。そう、つながるので皆さんもぜひステップ踏んで伸びてみてください。ピントレでした。